豊島線は東京都練馬区練馬に所在する練馬駅と豊島園駅を結ぶ西武鉄道の鉄道路線である。西武鉄道の鉄道路線の中で全線の総距離が一番短い。豊島線という線名ではあるが、路線はすべて練馬区内にあり、豊島区には存在しない。駅ナンバリングで使われる路線記号は SY。現 西武鉄道の前身である武蔵野鉄道によって豊島園への旅客輸送を目的に付設された。豊島線開業前年の豊島園一部開園時より臨時列車の運行などで協力関係にあり、開業後は一貫してアクセス路線として機能してきた。ただし、豊島園の開業当初は資本関係が全くなく武蔵野鉄道が 豊島園の経営に参加したのは1939年、買収により、鉄道と遊園地の総合的な経営が実現したのは1941年のことである。1991年、本路線に完全並行する形で、都営地下鉄12号線が部分開業し、特に同線が新宿へ延伸した1997年以降、 本路線の利用者数は大幅に減少している。2021年4月時点では、豊島園域始発列車が、練馬駅発の船内運転である以外は、すべて、池袋線池袋駅豊島園駅間を直通する各駅停車である。船内運転の始発列車も含め、全列車が8両編成で運行される。練馬駅では、基本的に、 豊島園駅発着の池袋線直通列車と西部有楽町線直通列車が接続しており、同一ホームで地下鉄有楽町線、福都新線方面直通列車との対面の理解ができるダイヤ構成となっている。ただし、ダイヤの乱れが発生した際には地下鉄直通運転が中止されるため、同時に豊島線も運転を長時間見合わせる場合がある。 その場合、道路線利用者には振り替輸送先である、都営地下鉄大江戸線の利用も促される。ありがとうございます。